理屈で勝てないなら女の武器使う。どうして人が燃えたのか教えてください。ダメだ、まだ実証できてない。それとこれとは話が別だ。私がどうして刑事になったか。私小さい頃に家族全員を一度に亡くしたんです。家族旅行で行ったロサンゼルスでホテルの部屋にいきなり銃を持った男たちが。銃？私はとっさにベッドの下に隠れたけど、両親と姉は撃たれた。金森を送検しました。ありがとうございました。金森、またまた犯人には興味ないって言いながらしっかり推理しちゃってたくせに。ああ、あの犯人か。君が僕のゼミの学生なら間違いなく評価は D だ。D？ 落第。あ、おかえりなさい。先生、午後一で実習ですから。はい、急ぎます。その少女は両親と姉を失った。かわいそうに、隣の部屋に泊まっていたマフィアの家族と間違えられたんだ。警部、来てください。一人奇跡的に助かった少女。彼女は世の中の全ての悪人を捕まえることを決意した。なんだこれは。あ、ああ、今流行ってるアメリカの人気ドラマですよ。そして彼女は刑事になった。動かないで、ロサンゼルス警のクラリスよ。その時私は刑事になろうって誓ったの。世の中の犯罪者たちをみんな捕まえてやるって。信じられない人種だ。